おはようゴンザレスパラレルです。さあ今日は、2018プロ野球チップス第1弾を10パック買ってきましたので開けたいと思います。で、狙いはですね、鳥谷の2000本安打の写真を使ったチェックリスト、あとドラフト1位カードの広島の、中村奨成選手のドラ1カード、そこら辺を狙いたいと思います。で、あわよくば金サインが出たらいいかなと思っております。で、いきます。あとドラ1カードはロッテの安田選手当てたいですね。お、角中、お、どっちもキラですね。どっちか見ますか。どっちか見る。じゃあ角中から見ましょうか。せーの、ドン。あ、サインなしです。じゃあ金子はサインあるかっていうと、あ、ないのか。はい、でもキラが2枚出ました。これは幸先いいですね。はい、ちなみに1つ94円で買ってきました。はい、有吉と松本剛ですね。はい、お、秋山ですね。で、安倍晋之助。はい、こんな感じ。お、2000本安打の写真使ってますね。これは嬉しいな。10パック買ったんでね、金サイン1枚当たればいいんですけどね。まあそんなうまくはいかないよね。又吉と、お、西川選手。ではサインが出るかなと、あ、出ない。はい、こんな感じです。又吉選手かっこいいですね。選手。はい、お、柳田の、お、ラッキーカード出ました。やったー、バインダーと交換ですね。柳田選手のキラです。はい、じゃあ6パック目ですね。はい、お、田中康介選手と、お、ドラ1アズマ。これ嬉しいっすね。あー、いいね。ドラ1はやっぱ当てとかないと、後々価格が高くなるんで、ドラ1は当てとかないとですね。お、お、お、チェックリストってことはこれ、鳥谷だったらいいんですけどね。お、ドラ1田島。かっこいい。で、あ、チェックリスト鳥谷じゃないけど、はい。セーブですね。赤いユニフォームで連勝を続けていた去年、すごかったっすよね。お、サファテと、お、ドラ1近藤出ました。はい、嬉しい、いいですね。はい、9パック目です。お、菊池選手のキラですね。お、ウィーランド、せーの、じゃん。はい、キラは当たったけどもと。ラストです。お、小笠原と近藤ですね。オリックスの、はい、どっちもピッチャーですね。はい、じゃあまずですね、おさらいしますと、キラが1枚、2枚、3枚、4枚、5枚出ました。10パックで5枚なんで半分出てますね、キラはね。そして、ラッキーカードですと。ひいきのヤクルト球団が、最下位なので一番下の方にいますね。これ残念ですね、表紙としてはね。まあ練習はしてるんだけども、やっぱり最下位になっちゃうヤクルト。これからも勝てるように応援しないといけませんね。はい、じゃあラッキーカード送りたいと思います。ありがとうございました。